名義が悪いは、日本の漫画家、宮城県在住、双子座、AB 型。漫画家になろうと思ったのは、小学校の頃に茶を読んだことがきっかけで、漫画賞のページで、原稿を描いて認められれば、雑誌に掲載されるという事実を知ったからだそうである。その後、専門学校への進学を決めた頃、講談社のある少年誌の月齢賞を受賞するが、同じ頃、 発表し、高校卒業後の進路を変更し、スクウェア・エニックスの雑誌に応募し、当選してデビューする。その後、読者であった、エミリーの単行本にあった、漫画賞の記述がきっかけで、コミックポプリクラブから再デビューし、同志の休館により、くしくも最後の漫画賞受賞者となった。デビュー作、孤高のサプリを描くまで、エッチな女性を描いたことがなかった、という。 雑誌の移動など、右与曲折あり、最初の単行本、求愛症状を出したあたりで、核のようなものが生まれ、目標を達成した安心感が生まれたようである。根本的にリミッターが外れた女の子を描くのが、好きであり、目標は、安定しながらより良いものを描き続けることだそうである。万人が安心してたしなめる、口当たりは、ソフトなのに、濃厚な話にも力を入れていきたいそうである。 ペンネームは、母親が考えたものだそうである。AB、少女漫画家に憧れていたら、いつの間にか少年漫画でデビューし、気づいたら、成人向け漫画で、単行本を出していた話。名苦が悪いノート。ノート、2018年10月26日へ閲覧。単行本、q 愛少女後書き単行本、月の裏側後書き。なんでこのペンネームになったのかって話。名苦が悪いノート。 ノート、2020年5月12日へ閲覧。ありがとうございます。